私は昼ご飯を食べましたのように何々したって過去の話をするときは動詞を過去形にするよね。私は昼ご飯を食べたなら I ate lunch。 ate 過去形使うよね。でも同じ過去の話でもちょうど食べたところだよとか、あ、今もう食べちゃったよみたいに強調して言いたいときは実は過去形じゃなくて別の現在完了形っていう形を使うよ。今回はこの現在完了形について見てみよう。じゃあまずこのイラスト見てみて。夜にテレビを見てたらお母さんに宿題やったの？って聞かれたよ。お母さんにこのように答えよう。僕はもう宿題を終えたよ。僕はもう宿題を終えたよ。今回はこれを英語で言えるようになろう。私はもう宿題を終えました。英語では I have already finished my homework って言うよ。 I have already finished my homework。 ポイントはこの have という言葉、そして finished という言葉。今回はこの have finished という組み合わせについて見ていきたいんだ。 have の後にこれ finish という動詞の ed を添えて過去分詞なんだよ。これ have と過去分詞を組み合わせた形を現在完了形っていうのね。じゃあこの現在完了形どんな時に使うのか、これ日本語見て。私はもう宿題を終えました。宿題を終えたって言ってるよね。終えただからこれ過去に終えたってことだよね。その場合 I finished 過去形 finished を使って my homework。 このように表現したくなるよね。私は終えた宿題を。だけど今回は単に終えたって話じゃなくてもう終えたよ。お母さんにね、宿題やったの？って聞かれて、あ、もう終えたよ。もうって強調してるんだよね。このように、もう何々したよって言いたいときは、この現在完了形っていう形を使うわけ。で、この文を現在完了形に変えると、finished 過去形じゃなくて、現在完了形っていうのはまず have っていう言葉を置いて、その後 already を使うんだけど、この already がまた後で説明するね。で、この後に finish の過去分詞 finished っていうふうに続ける。 have があるでしょ、そして finish の過去分詞があるでしょ。 have finished、 have 過去分詞、この形が現在完了形で、これがもう何々したっていう意味を表してるんだ。で、この already なんだけど、 already はもうすでにって意味で、もうすでに終わったよ、もうすでにっていう意味を強調するために使う言葉なんだ。 I have already finished my homework。 私はすでに終わったよ宿題って感じね。この finished を例えば違う過去分詞にして、私はもう部屋を掃除したよって例えば言いたかったら I have already cleaned my room みたいに言えばいいんだよ、ね、Have already 何々で、もうすでに何々したよってことね。で、ここでは already っていう言葉を使ったんだけど、他にも just っていう言葉を使うパターンがあるよ。この例文見てみて。 I have justeaten lunch. I have just eaten lunch. まず現在完了形探してみて。 have があるでしょ。で、 eaten、 これ eat 食べるの過去分詞だよ。 have eaten、 これで現在完了形ね。で、この just なんだけど、
just っていう言葉はこれちょうどって意味なのね。 I have just eaten っていうと私はちょうど食べたお昼ご飯をって意味になるんだ。単純に昼ご飯食べたじゃなくて、いや今ちょうど食べちゃったんだ、ね、ちょうど食べたところだよ、そのように強調したいときは have just 過去分詞っていう形にするんだよ、ね、have already 過去分詞もうすでに何々したよ、 have just 過去分詞これでちょうど何々したところだよ、こういうことが言えるんだ。じゃあこの2つの表現 OK かな。一回まとめるよ。もう何々したって言いたい場合、単純に過去で何々したじゃなくて、もうしたよ、もう宿題やったよみたいに強調したい時は現在完了形を使おう。でもうっていう意味を強調するために have has の後に already を置いて、その後過去分詞を続けるよ。でもう何々したじゃなくて、たった今ちょうど何々したところだって言いたいときはちょうど何々したところって強調したいときはやっぱり現在完了形なんだけど already の代わりに just っていう言葉を置いて過去分詞を続けるの。この2つのパターン OK かな。Have just ごめんね、Have already 何々と Have just 何々。じゃあこの普通の文が分かったところで、今度はこの否定文と疑問文の作り方を見てみよう。まずは否定文ね。この例文見てみて。I 現在完了形の have ね。で否定文作りたいときは否定の not を have の後に置いて lunch っていうふうに書くよ。否定文を作りたいときは have の後に not 否定の not を置いてから過去分詞を続けよう。そうすることで何々していないって意味になるよ。私は食べていない昼ご飯を。でこれ否定文なんだけど、実はこの文のおしまいにね、お尻に yet っていう言葉をよくつけるんだ。これお尻の yet っていうのはどういう意味かというと、まだって意味なのね。だから I have not eaten lunch yet っていうと、私はお昼ご飯食べてない、まだまだ食べてないっていう否定の文が作れるんだ。もう一個例文見てみよう。 The busHas not left yet。 まず否定文の形を探してみて。 Has not left の部分だよ。 Has の後に否定の not があるね。で left っていうのはこれ動詞 leave 出発するの過去分詞だよ。じゃあ The bus has not left って言うとどういう意味になると思う？否定してるからバスは出発していない。でお尻にまだってあるね。つまりバスはまだ出発してない
こういった否定文ができるんだ。まだ何々していないって言いたいときは、このように have や has の後に not を置いて否定文にしてから文のおしまいに yet、 まだって意味の yet を置こう。ちなみにこの2つの例文、 have と has を使い分けてるよね。この使い分け、今までと同じで、基本は have なんだけど、主語が the bus みたいに I という以外、三人称単数の時は have の代わりに has を使うんだよ。 The bus has not left。 バスはまだ出発しないってことね。じゃあ次、疑問文見てみよう。じゃあ疑問文で、例えばあなたはお昼ご飯をもう食べましたかって聞きたい場合はこのように書くよ。Have you eaten lunch yet? Have you eaten lunch yet? 疑問文にするときのポイントはまずこれだよ。現在完了形で使う have、 これを主語の前に出して have で始めることで疑問文になるんだ。 Have you? でその後に過去分詞が来てるでしょ。で疑問文する時のもう一個のポイントなんだけど、これが否定文の時にも使った yet っていう言葉なんだ。文のお尻に yet を置くと、これ疑問文の場合はもうって意味になるのね。つまり Have you eaten? あなたはお昼ご飯食べましたか？もう。もうお昼ご飯食べましたか？っていう文になるわけ。この yet、 否定文と疑問文両方で使うんだけど、ちょっと注意したいのが、否定文の場合はまだ何々してない、まだを表すのに対して、疑問文だともう何々しましたか、もうっていう意味を表すよ。じゃあこの2つのパターンまとめよう。まだ何々していないって言いたいときは have や has の後に not を置いてから過去分詞で、文のおしまい、お尻にこの yet っていう言葉をつけよう。Yet でまだって意味を表すよ。 Have not 何々 yet。 一方で相手にもう何々したって聞きたいときは疑問文にしよう。疑問文の作り方はこの Have や Has を文の頭に出すと。で Have you 何々の後にやっぱり文のお尻に yet を置くと。否定文の場合はまだって意味だけど、疑問文で使うともうって意味になるよ。 Have you 何々 yet? もう何々したってことね。じゃあ現在完了形でもう何々したとかまだ何々していない、これを練習問題で一緒に解いてみよう。はい、それでは現在完了形を使ってもう何々したとかまだ何々してないっていう言い方を練習しよう。日本語に合う文になるように下線に適切な語を入れましょう。1番、私はもう部屋を掃除しました。I 河川河川河川 my room。 ポイントはもう掃除しました、もう何々したの文だね。現在完了形だよ。じゃあまず主語の後に have を置くよね。で今回はもうって言いたいから、もうを表す already を続けるよ。でその後過去分詞ね、掃除するは clean だから、その過去分詞 cleaned を続けよう。 OK ね。
have already cleaned. この already がもうっていう意味を表してるよ。じゃあ2番。私はちょうど部屋を掃除したところです。I 河川河川河川 my room。ポイントは今回は1番とほとんど同じ文だけど、もうじゃなくてちょうど何々したっていう文だね。ちょうどって言いたいときはこの already の代わりに just っていう言葉を使えばいいよ。have 現在完了形の have の後に just ちょうどって意味を強調するよ。でその後1番と同じ cleaned だね。このようにちょうど何々したところって言いたいときは現在完了形で just っていう言葉を使おう。じゃあ次、はい3番。私はまだ昼ご飯を食べていません。I 河川河川 eaten lunch 河川。ポイントは今回はまだ食べていません、まだ何々していないっていう否定文だね。現在完了形で否定文にするときは have の後に not walk、 これがルールだね。 have not で過去分詞 eaten、 これでしていない、食べていないってなるね。でまだ食べていない、まだって言いたいから否定文では文末に yet を置いてまだっていうことを表そう。じゃあ次4番。あなたはもう昼ご飯を食べましたか？河川 you 河川lunch 河川。ポイントは今回はもう食べましたか、疑問文だね。疑問文にするときのルールは単純に have を主語の前に出して have で始めるだってね。 have you で過去分詞を置くよ。食べるは eat、 過去分詞は eaten だね。Have you eaten? これであなたは食べましたか？で、もうって言いたいから、もうを表す yet は文のお尻に置こう、ね。Have you eaten lunch yet? もう昼ご飯食べましたかって文だね。で、4番これ疑問文なんだけど、答え方、まだ見てなかったね。答え方っていうのはこれすごく簡単で、do you に対して do で答えたように、have で聞かれたら、have で答えるっていうのが答え方になるよ。だからこの質問に対してはいって答えるなら yes で、 have で聞かれたら have で答えると、 no なら no I have not、 これは短縮で haven't にすることもできるよ。 OK だね。今回は現在完了形で、もう何々したとかまだ何々してないって言い方を見てきたよ。ポイントは分かったかな？もう何々したとかちょうど何々したところのように強調したいときは現在完了形を使おう。現在完了形の否定文にしたいときは have や has を文の頭に出せばいいよ。否定文にするなら have、has の後に not、walk、 これが今回のポイントね。